平塚、お前ん家に来たぞ。なあ、鍵もしっかりと作ってもらった。あとはお前に会いに行くだけだ。いいな。不法侵入かな、不逮捕罪かな。なあ、面影あるよな、この風景な。あれ、なんで母ちゃんいんの、そこにね。いいの、ちょっとね、言いたいこともある。え、なんで平塚んちに母ちゃんいんのね。なんでおかしくね。ちょっとね、平塚さんに言いたいことある。いい？いいよ、お母さん。なんで平塚の家お家にいるのね。いい？ちょっとね。うん。リスナーの皆さん、こんばんは。ちょっとこの度、私の意見を皆さんにお話しさせていただきたく、この場をお借りします。私は話すことが苦手なので、私の思いを文章にして読ませていただきます。先日、平塚さんのクラスターライブが渋谷で行われているのを YouTube で見て衝撃を受けました。あの渋谷のハチ公通りは一般人が自由に闊歩でき、また拉致問題の署名運動が行われたりできるみんなの広場です。人々が自由に利用できるみんなの広場です。あの場所で平塚さんが迷惑行為を繰り返すことにより、今後行政の締め付けが厳しくなり、本当に必要な人が利用できなくなる可能性もあります。それが許せないと、たかしが平塚さんの自宅へ押しかけ、ご両親に取材を強行するということで、私は人間として絶対そこまでやってはいけないと意見しました。平塚さんに問題があっても、ご両親は一切関係ありません。もう子供が成人したら親としての責任は卒業です。それを強行したら、それこそネットリンチの助長につながります。私も N 国の関係者から住所を公開され、散々ネットリンチに会いました。あんな辛い思いを他人にはさせたくありません。親を巻き添えにしてほしくないのです。もう一度平塚さんに意見させていただきます。人間として最低限人に迷惑をかけるのはやめてください。ご両親を悲しませないでください。はい、以上です。え、なに、平塚のお家になんで母ちゃん今日いたのかわかんないけど、まあでも、ありがとうございます。平塚さ、な、お前のさ、クラスターライブに行ったことでさ、俺もさ、感染してる可能性もあるかもしれない。だから母ちゃんに会うときには、こうやってさ、マスクしてんのよ。何がクラスターライブだ、な。お前やっちゃいけないことやって YouTube アカウントバンされてんだよ、な。今週末な、土日、お前らが、やるんであれば、俺は、その場から動かねえ。俺ら本気なんだよ。みんなの、広場を、お前の、な、おもちゃにすんじゃねえ。俺の母ちゃんは、な、俺を、お前の家に行くことを阻止したんだよ。感謝しろ。な。そしてお前、いつでもいいから、お袋、父ちゃん連れて、70過ぎたお父ちゃん母ちゃん連れて、親孝行でもやれよ。そんなことしてる。暇があるんだったらな。土日お前もし、やるんであれば、ワンピースでいう、マリンフォード頂上決戦だ。
赤犬 VS ルフィだ。わかったか。